皆さん、番です。サーリエンニュースの時間です。今日もこの方です。先日ウェブライブに登場し、この血がやはり気に入ってしまいました。サヤオズボンの登場です。今日はクッキングをしたいと言って、どこからか小麦粉とジャガイモゲットしてまいりました。呼んでいるのは顔なしです。友達の顔なしじゃと言っています。どこからかゲットしてきた小麦粉とジャガイモを渡そうとしますが、ジャガイモ受け取ってもらえません。小麦粉喜んでいます。ジャガイモと小麦粉で小さくコツンとしてキッチンへ行くお二人であります。似てます、似てます。何事にも興味津々なのがサヤオズボンです。これがジャガイモじゃとおっしゃって洗ってます。結構よく洗います。水を止めて再び観察と。似てますね、似てますね。あ、ふざけた。お、そしていよいよ切りますね。顔なしに指示を受けて一生懸命切ろうとしています。手は猫の手、どこかで学んだんでしょう。かなり硬いようですね。顔なしも心配そうです。そしてこれは、お、切れましたよと。結構太いですけれどもいいと言ってもらってますね。はい、高いところから胡椒ですね、これは。そして塩、かなりふざけております。袋に片栗粉大さじ3杯ぐらい、小麦粉大さじ1杯ぐらい入れるそうです。興味津々ですね。なんか変な顔してる。そこにさっき塩コショウしましたポテトを入れていきます。あ、これなんだ。シェイクの時間です。シェイクです。毛並みを整えてシェイクです。これをね、すごい楽しみにしてたみたいですよ。すごく楽しそうです。いいですね、乗ってます。いいよいいよいいよ、おめでとうございます。そしてカッコつける。はい、揚げていきましょう。美味しそう、もうすでに美味しそうですね。顔なしがやってるのを見て、わしもやりたいと率先してやっておりますからの癒しタイム、突然の癒しタイムです。レーベル犬のモグです。めんこいね。はい、上がってきてますね。上がったみたいですね。完璧ですね、おめでとうございます。顔なしも嬉しいと喜んでおります。いい感じです、完璧。お二人が登場いたしました。手に持っているのはフライドポテトと、これフライドチキンですね。そうなんです、これ実は続編あります。次回はフライドチキン揚げていきます。というわけで、サヤオズボンと顔なしのクッキンでした。これはなんだ、これつまみ食い、つまみ食いしてますね。終わり。ならまたね。